生き残った人はただ真実を述べているだけだ。逃げてもいいんだ、隠れられないんぞ。そしてこの恐ろしい場所はシリブレ。ちょっと待って、君が多分どうやってここに来たんだてめえと思うでしょう。それなら初めからやり直しましょうか。よろしくブタアロども。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スポンサーがいないんだから貧乏なんですわ。ヨーロッパの最大の刑務所へようこそ。この俺はぐるっと案内するよ。迷子にならないでください。始まり。誰だ君は、言う力が湧くさな。名前はレチェルでツイートして、まだ何も言わなくてもここに来て。名前はザヒナリ、夕飯に挨拶すぎあんてはなく、ただ大学生なんだ。免罪免罪、俺じゃない。Yet her artık feytipi kapalı ceza infaz kurumu adam. Bunun Japoncası var mı ki? Neyse. Aman.